どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左引きの連邸漫画を描いてます。今日は、左引きのエレンって、オープンにしてないクローズのファンのコミュニティがあるんですよ。なんかたまに僕が気まぐれで、追加で人募集して、本当に僕のツイッター見てくれてる読者の人とかを、もう一人ずつ人力でご招待して、やってるクローズのファンコミュニティがあるんですね。で、先日、非常事態宣言解除される前に、オンラインで、ファンとの交流会みたいな、オンライン飲み会みたいなのを、しました。で、その時に、幹事の方が用意してくれたコンテンツで、このエレンの好きなシーンを取り上げて、それに対して作者が、その場で解説するっていう、そういう楽しげなイベントをしてくださいました。で、そのシーンに限らず結構、なんか普段話さないっていうか、まあ漫画読んでるだけだと、わからない部分を自分で、解説したんですね。で、まあなので、ちょっと動画にして、皆さんにも見ていただけたらちょっと面白いかなと思って動画にしました。で、またね、今回長いんですよ。で、長いし、プラス、ちょっと原作版からの読者の方がほとんどなので、結構リメイク版だけ見てる方からすると、なんか要所要所ちょっとネタバレが多分含まれてます。なので、下のこの概要欄の部分に目次を今回もつけると思うので、それをタイトル見ていただいて、ネタバレ気をつけつつ、ちょっと、気になるところだけ見てもらえればなと思っております。なので、ちょっと長いですが、よろしくお願いします。すいません、お時間いただいちゃってありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ、幹事ありがとうございます。じゃあ、早速、とりあえず1時間待ってたので。僕が時間伝え間違えてて。嘘そうそうそう。19時からだったっていう。まあでも大丈夫です。そうだよね。俺、だって、カレンダーに19時で入ってたもん。じゃあ、完全僕の間違い。ごめんなさい。おーい、じゃあ乾杯。じゃあ最初私、はい、幹事やらせてもらいます、梶原です。普段は、銀行系のシステムエンジニアやってます。普段は、会社員で、映画とか舞台系のエンタメ系の会社なんですけれども、私はその中で新規事業の企画開発に携わっています。エレンの原作をもう興奮で読み切って、その興奮で、こう深夜にこの最終回はすごいなと思って思わず、漫画の中のセリフの非公式の名言ボットをツイッターのボットを勢いで、あれですか、そうなんだ、はい、よろしくお願いします。お願いします。どんなアカウントですか。ですね、エレちゃんペっていう、知らねえやつだった。知らねえやつだった。すみません。そうですね。アットマーク以降が。はい、フォロワーも結構いますね。はい、今村です。僕は書店員やってまして、中目黒の蔦屋書店で。働いてます。で、まあ、左利きのエレン、まあ、カッピーさんとも何度かイベントさせてもらったり、コロナの影響でまだ延期っていう風に表では言ってますけど、ちょっとまだ状況が状況なので、リアルイベントとオンラインイベントをこう半分、これまでの半分ぐらいリアル10人ぐらいは入れるようにして、残りはオンラインで参加できるような仕組みができたらなと、まあ、思っているんですけれども、実際に動けるかどうかっていうのはこれからの状況次第になると思ってます。あ、なんか途中言いかけ関係なく全部オンラインで電波悪そうっすねネットが不安定なんで完全に固まったけまあ書店員やってるんで、まあ、カッピーさんの本はどんどん、まあ、売っていきたいし、そういうところでコミュニティ盛り上げていきたいなとも思っています。皆さんよろしくお願いします。はい、大浦です。愛知で、SE をやっているものです。
では初めまして、上森直樹です。北海道から参加しております。で、仕事はそうですね、私、アップル社 の、 社員教育の先生やってまして、で、5年前からもずっとテレワークなので、もうずっとこのご時世だったんですけど、何も変わらない生活を。はい、佐久間と言います。カッピーさんとは、前職、カッピーさんの前職の後輩で、まあ、そこからずっと仲良くして、もう5、6年ですかね。まあ、結構長いことをずっと仲良くさせてもらってます。最近は、あれですね、アントレースのプロジェクトを一緒にやってます。今かぶってるやつ。ですです。ああ、そうですね。T シャツも、おつらい。おあ、かっこいい T シャツだ。かっこいい T シャツを着て。このキャップ買えなかった。1分でも。いや、もう全然ダメなんですよ、本当に。後で聞きたいなと思うんですけど。どうしたら買えんのかっていう。バッグ欲しかったなと思ったんですけど。次回の作品も作ってるんで、楽しみにしていただけると。まあ、今日は皆さんも各自お忙しい中集まってくれてありがとうございます。そもそもでもファンのオフ会自体も俺ほとんど知ったことないから、一番最初はボーリング。ボーリングボーリング大会。ボーリングしたいっつって言って、俺がツイッターでボーリングしたいっつって、言い出して、はいはいはい、集めたんですけど、なんか10人ぐらい集まって、3人ぐらいそもそも俺を知らなかった。なんのやなんか知らんけど、ボーリングって聞いてきました。ボーリングが楽しそうだから来ました。まあじゃあちょっと企画っぽい形で、すみません、今日はやらせていただくんで、はい、お願いします。行きましょうかね。もともと企画としてちょっと好きなシーン語りたいっていう形で企画させてもらっていて、うん、と上森さんのシーンのところからちょっと話して、そのシーンのところの、まあ、好きな話とか、まあ、その時帰ってた時のなんかエピソードとかあったらなっていうのを、わかりました、質問させていただきながらちょっと話したいです。あれだ、上森さん、俺なんか見たことあるなと思ったら、はい、俺書いたんだね。ああ、そうですね、そうですね。顔を。はい、こう。そうです、そうです、そうです、そうです。あ、創設はどうもありがとうございます。そうです、僕が好きなやつが、これですね。僕結構今もう同じ、僕38なんですけど、若い頃結構高一気質で、もう何かになりたいみたいな、なんかこう凡人だから、普通の人だから出世できたっていうところに、うん、まずこうドカーンって感じきて、うん、なるほどみたいな、違うポジションでこういう風に上がっていけるっていう見方もあるんだなと思って、すごいそこだけでまず衝撃受けてたんですけど、うん、ここにこうページピクった時に局長がこのセリフを言ったことに対して、まさにこの局長が僕みたいだと思っちゃって、あ、僕もこれこの最良だって言いたいなって、うん、もう年食った時にこんな感じ。もともとなんか物語的な位置づけとしては、ブログとかでもたまに書いたけど、さゆりと付き合い続けた高一なんですよね、うんうんうん、このポジション的には。なるほど。ああ、そっか。だからさゆりと別れずに、あのままさゆりと生きてたら、高一はこうなってたかもしれないっていうキャラクター造形なんで、そう、だから、あれなんですよ、2つ裏設定があって、髪型のこの、ピョロンってなってるのが、うん、あの時代の高一の髪型がちょっと出てるんですよ。ああ、確かに確かに。前髪のこの感じが、旧高一ヘア。うんうんうん、確かに。で、もう一個あって、神谷がプレゼンする時の聞こうっていうシーンがあるんですけど、うんうん、その時に指トンってするのはさゆりの癖なんですけど。ああ、そうなんです。それはもう本当に、おっと思ったんです。だからその二つで、これはさゆりと高一が引き継がれてるっていうのが、みんなわかるよねと思って書いたんだけど、誰もわかんない。そういうのばっかり。これを言えば多分みんなわかるよねっていうの、わかった試しがない。あのトーン見たとき、さゆりじゃんっていうのは確かに。そうそうそう。あそこみんな注目、みんな引っかかってんだ。あれそこは何なんだってみんな引っかかってんだけど、その考察する方向が、その、さゆりのお父さんなんじゃないかとか、なんかそういうことを そう、そこがちょっと違うなぁと思って。そしたらさゆりがあれですね、結構複雑な家庭に生まれたことですよ。そうそう。ここですね。見えますかね。うんうんうん、その宮部長との
ミーティングのところが。好きなシーンっていうと、本当にいっぱいありすぎて、めっちゃ悩んだんですけども、まあ、今日のこのせっかくカッピーさんとお話しできる場であれば、まあ、これをちょっと出したいなと思います。うん、で好きなところは、まあ、大きく2つあるんですけども、1個目が、まあ、単純に高一めっちゃかっこいいなっていう、いいですよね。結構もう、うん、もうおしゃれ中のおしゃれだなっていう。わかんないですけど、なんで最後これ P 払ったんだろうみたいな、その時のところとかもちょっと聞いてみたいな、いうふうに思って。たまに僕が言う、その身体的共感っていうのが僕結構意識して書いてるんですよ。はいはいはい。キャラクターに共感するとか、シチュエーションに共感するっていうのはあると思うんですけど、なんか身体的共感って、なんか体が覚えてる記憶をどう漫画に入れて、共感してもらうか。だから身体的共感ってすごい共感度が高いんですよ。体が覚えてるから。だから、なんかね、仕事してるとき、ホワイトボード使う仕事とかがどれくらいあるかわかんないけど、僕の記憶で、代理店時代にホワイトボードで書いてて、打ち合わせしてて、なんかいいアイデア出たとか、アイデアが出そうだっていうときにギューッと集中するじゃないですか。その時に、普通のテンションの時は、黒板消して使うんですよ。だってあるんだもん、そこに。あるんだから、こうやって使えばいいじゃん。別に細かいから指で消したわけじゃない。あれが、なんで描写だったかっていうと、高一は興奮してるの。この時。だから、ハイになってるんですよね、このね、俺ね、この前のコマがすげえ欠けたなと思うのが、ピッてやる前に、こうやるじゃん。こうやってんのよ。これは僕がやる癖なんですけど、漫画でこうやんのすげえ嫌いなの。漫画でよくあるの。こうとか、まあこうとか。で、ここまで行くともう、漫画の記号になっちゃってて、なんか、記号っていうのは、ガーンって時にこう線が入るとか、焦った時に汗飛ぶみたいな。ああいう記号っぽく、こう漫画の記号で考え中みたいな、コナンポーズがあると思うんですけど、本当に考えてる時って人はどんな顔するかなって考えた時に、なんかいろいろあるんだけど、その一つはこれなんだよね。なんか俺はこう、本当にこうやってるから、こうやって、まずこれをやって、この時の顔が、なんていうのかな、楽しそうなんですよね。この時の顔見てほしいのよ。楽しくなっちゃってん、高一。で、ちょっとテンション上がっちゃってん。だから、なんでそうなってるかっていうと、普通だったら、会話するじゃん。これウィークデーどうですかねみたいな。これもしかしたらこれ点いらないかもしれないですね、みたいなことを言いながらやるじゃん。ここ何かっていうと、一人になっちゃってんのよ、高一は。みんなに背中を向けて一人になってこうやっちゃってピッてやってるっていうのが、だから子供が夢中になって一人遊びしてて、子供が一人遊びしてる時なんかうーんみたいな感じでやってるイメージなの。だから指で消してる。そのなんかメジャーな共感は得られないかもしれないけど、なんかね、そのあのテンション上がってホワイトボードを指で消しちゃってる瞬間をなんか指が覚えてて、それを書きたいなと思って、だから僕も相当好きなシーン、ここは。そう、私の読んでた時にはそういう風なのかっていう風には実は思わなくて、ちょっとクールっぽいんですね、この時って、高一ってやっぱり。もうキザだよね。そう、キザなんですよね。やってることはキザなの。でも、このだから3コマ目を見てください。3コマ目の顔は楽しくなっちゃってる。だからなんだろうな、でもそのキザって見せていいの。なんでかっていうと、ここは、読者は、高一かっこいいでいいのよ。高一かっこいいって思わせたいから、表面的にはすげえキザでクールなのよ。エレンって、
難しくて分かんないとかはないようにしてるんだけど、登場人物の気持ちが全部分かっちゃったらつまんないなとは思ってる。あとはあれですね、自分の今の状態をこうによって多分読み方変わるかもしれないなっていうのは結構多いですね。そうですね、うん、だからすごい楽しいんですよね。何でもないとき、普通のときに読んでたときと、忙しくてちょっとストレス溜まってるなっていうときに読んでるときとかで、多分ちょっと見え方変わったりとか。はいはいはい、はい。すごいなんかいろんな、ほんと社会人向けの漫画だよねっていう、すごい、すごい面白い。コミュニケーションで好きなページ多分変わりますよね。好きな漫画でも、うん、ね。そうなんですよ。今日私あげてないですけど、基本私、柳が大好きなんですね。はい。ゴリ詰めの時のもう柳、本当好きなんですけど、ただあんなんいたら破綻はするよねと。ただ案外近しい人は実はいて、ただそこまで追い込めないけど、ああいう人みたいなのとかって結構やっぱ本当は欲しいというか、嫌だけど欲しいっていうか、そう、あとは自分でもやっぱそう思っちゃうよねっていうところ、なんでお前こうなんだよって言っちゃいけないけど思う心境とかを漫画で出してくれてるのすごい楽しいですね。俺いただきがね、思ったよりっていうか、僕は最初から好きですけど、うん、もっと嫌われると思って書いてたから、はい、意外だったな。茜優子の転職、あ、退職挨拶のシーンですね、うん、夏休みか何かで読ませていただいて、なんか深夜にコンビニかなんか行ってる時にたまたま昔の上司の方がなんか見たあのもう神がかったようななんか、はい、でそこら辺読むと、その、まあ、広告代理店の時と某面白法人さんとで今があってって、なんか読む限りすごい円満退社の、なんだろうなと思いつつ、で私はそうじゃなかったことも正直あったんですけど、うん、そうじゃなかったことのある経験のある自分みたいな人間に刺さるようなこうセリフに、私転職って会社が嫌いになった時するものだと思ってました、でも違いましたっていうとこがなんかすごい、やっぱりここどうしてこういう、こう自分は心残りなことが結構あったので、うん、なんかもしそういうことがあった場合もなんかうまく消化されてたりご自身の中でしてるとか、なんかまあ差し支えない範囲でなんかちょっとお聞きしたいなと思って、まあ僕はおっしゃる通り円満退社だったので、そうだけど本当に何回も辞めようと思ってたんですよ。その時はね、こんなクソみたいな会社辞めてやると思ってた。でその時に辞めなかったんですよ、なんか悔しくて、本当にこの会社腐ってるとか、この誰も分かってくれないとか、そういうことばっかり考えてて、もうこんな会社と辞めてやる、今すぐ辞めてやるってずっと思ってたのよ。だからそれでその時に辞めてたら、もちろんその遺恨が残ってたと思うし、で俺はね、それをその時の気持ちはすごいもう覚えてるんだけど、なんかねそれを過ぎちゃったんだよね。だからもうなんかそこまでの怒りもないくて、エレンの中でも本気出してから諦めるって話があるじゃないですか。はいはい。だから一応やれることはやったつもりだったんだね。だから社内でもいろいろ試したし、その勉強もしたし、で最後に辞めるきっかけになったのが社外なんだけど、アートディレクター養成講座っていう、はい、アートディレクター向けのその社会人学校があって、まあセミナーみたいなのがあって、そこに通い始め、会社が通わせてくれて、その会社の経費で。だから、すごいお世話になったんだけど、それで通わせてもらって勉強してて、毎回その授業の課題が出るのよ。毎回、その、なんか200人から300人ぐらい受講してて、トップ10人が、トップ10が毎回その表彰されるの。課題は毎回課題があって、トータル多分十何回あったんだよね。で、その十何回の、その毎回ある、その、毎回だからコンペだよね。毎回そのトップ10人が選ばれるってやつで、俺、その、一回しか逃さなかったの。それ、一回以外全部入賞したの。で、しかもそれ全部先生が違うのよ。すごい。
だそれこそなんか、まあ、いろんな有名なあの秋山グギさんとかあの有名なアートディレクターさんがみんな毎回出てきて、毎回フラットの状態で審査されて1回以外全部通ったの。で最後の、最終試験、卒業試験みたいなのがあって、あのそれが水野学さんっていうあのくまモンの、くまモン作ったすごい有名なデザイナーさんがいて、はいはい、でその人の卒生もあの全体で4位だったの。で普通さ、そこまで結果出したらさやめないじゃん。でもそこまでやって最後にその水野さんにすごい気に入ってもらったんで、結構仲良くさせてもらっていろいろ飲み会とかで話聞いてもらったんだけど、なんで4位だったんですかって聞いたのよ。はい、1位でもよかったんじゃないですかで、せめてだからやっぱ3位に入りたかったの。3位に入れたら俺やめてなかったと思うよ。でなんで4位だったんですかって聞いたら、あのアイデアとか企画は本当に一番良かったけど、ただやっぱりデザインが下手だねって言われて、うん、でそれでやめようと思った。だからね、その最初の東京エージェンシーを辞めるっていうことの意味は、そのただ単に転職するっていう意味じゃなくて、デザインを辞めるっていうことだったの。だから、うん、なんだろうな、その逆にね、あれがその塾行ってなんか入選もできなくてかすりもしなかったら逆にやめてなかったかもしれないなと思って、うん、なんか頑張ってここが俺の正念場だと思って毎回課題もすげえ頑張ってやったし、うん、でそれで4位だったから、ああじゃあやめようと思った、うん、だからあの すげえ気持ちよくやめた。でもあの会社にそのなんか対してその逆恨みしたこともあったし、それを経てすっきりした状態で辞めれたから最終的には円満だったけど、なんかどっちの気持ちもわかるなと思って、うんうん、だからなんか結局その優子も辞めるときにその、ただ単に転職じゃないんですよ。この営業を辞めるってことなんですよ、優子が転職する、うん、宣伝っていう全然じゃないけど、同じ業界だけど違うポジションに転職するってことは、やっぱりその営業って仕事も好きだったし、あの目黒っていう会社も好きだったんだけど、辞めるっていうジョブチェンジするっていう意味の転職だからこういうセリフだったんだけど、これがねその競合の同じあの営業から営業だったら、だからその例えば大日本の営業になるんだったらこうは言わないよねと思って、うんうん、だからあのそういう意味で書いたかもしれない。まあでもやっぱ左利きのエレン見ててすごい良かったなっていう共感をやっぱ得られるとか、自分のなんかこう変わった時の、あこのコメント、こういう言葉で変わったなっていうやつのシーンの一つで、このサラリーマンやれよ、これ結構私の中で本当にあって、まあ言われたんじゃないんですよ、誰かに言われたわけじゃなくて自分でサラリーマンやろうって思ったことがあって、うん、なんかサラリーマンとしてずっとやるんだったら、ちゃんとサラリーマン やんないと面白くないなって思ったんですよ。うん、うん、やるんだったら、もう続けるんだったらサラリーマンとしてしっかりやろうと思うし、サラリーマンできないんだったら他に転職しようって結構いろいろ思ってた時期で、だから多分若い人たちとかはまだこういうふうな風に思ってないというか、サラリーマンにはなったけれども多分悶々としている、まあもともと思ってたやつが、まあ自分の仕事とちょっとギャップがやっぱ生まれ始めて悶々とするときに、やっぱこのサラリーマンやれよとか、まあそういうふうになんか思えるとか、まあ言ってもらうっていうところがあったらすごいなんかきっかけ作りになるなっていういいシーンだなって本当思って、サラリーマンに誇りを持ってたっていうか、うん、高一ほど素直じゃないから口ではね、アーティストになっても食えないしって、なんかアーティストってどうやって生活してんのみたいなことを思ってた、言ってた。はい。だから一番最初の高一ってそういうこと言ってたじゃん。うん、うん。
いや、アーティストになんてなんないよ、だって儲かんないじゃん、みたいなこと言って。だから広告代理店行って、年収1000万行って、みたいな感じで、うんうん、なんかそっちの方がかっこいいと思って。だから、俺はもともとそういう、あの、サラリーマン、やりたくてサラリーマンになったんだけど、でも心のどっかに、やっぱりその、本当はもっと表現とか、だから、うん、天才みたいな、そのアーティストとかそういう、自分のその、腕一本でこうやってる人に対してのコンプレックスはずっとあって、そう、だからどっちかっていうと、俺は、もともとそういう、そっちから見てたから、あのサラリーマンに対してすごいあのポジティブなイメージがあったんですね。うんうんうん、なんだろうな、そのこのシーンのルカワも光一も両方自分なんだよね、こうそれで言うと。うんうん、だから自分に才能ないくせに心のどっかで、あの本当はアーティストになりたかったなとか、なんかもっとそれこそ漫画家とか、なんかそういう兵隊の一人じゃなくて、自分が一人でピンで成立する、そういう表現者に本当はなりたかったっていうのをずっと押し殺してて、うん、その押し殺してるけど、たまになんかそのエゴというかその、そういうのがたまに思い出しちゃう。うん、サラリーマンやってると。で、それを沈めるために心の中でサラリーマンやれよって思ってた。だから俺は基本的に、あの、ルカワとかみたいに、その、組織の中でどう、なんか仕事するかとか、その、そういう方面のことをすごい好きだったんだけど、だから冬月部長が謝罪の時、トラヤ買ってるかみたいな、ああいうの、ね、いちいち、なんかね、あの、いいなぁと思ったね。なんか別に良くないんだけど、うん、なんかそれがやっぱサラリーマンだよねって思っちゃって、うんうん、ちょっと生々しい、ちょっとかっこ悪いような感じに見せても、でもこれって現実やし、こういうのって普段普通に行われているわけじゃないですか、まあ言ったら。だからありのままに出しつつ、なんかちょっと面白く書いてもらってるっていうのがすごい面白くて、いやなんか今日その新人向けとか若手の子たちの教育漫画的に読んでほしいなって。で、結局多分最初は分かんないんですよ。1、2年目なんかでこう見ててもきっと分かんないし、うん、なんでこんななんだろうみたいに思うんですけど、きっとどっかでぶち当たった時とかに、あ、みたいな。そういや、エレンでこれ読んだな、みたいな。だからその時になんか、あ、こういう風に頑張ってみようかなっていう、なんかちょっとこう、アイディアが漫画から読み取って、あ、こういうふうにしてみたらいいんじゃないかとか、ちょっとすごいいろんないいこうネタが散りばめられてて、ほんと教育漫画としてもいいなって思うんですよね。だからサラリーマンって言葉を置き換えると大人ってことなんだよね、と思って。うん、だから大人になるよっていう、だからルカが言おうとしてるのは大人になるよなんだけど、うん、それだと、やっぱ1ページにはなんない。1ページ。漫画的に。うん。だから俺が意識してるのは、その、普通の言い方だと、1ページが持たない言い方を1ページ持たせられるようにしようと思って。はいはい。そのためにはセリフをアレンジしないといけなくて。うん。だから大人になれよって言ってるシーンなんだけど、それをサラリーマンやれよって、いう言葉にすると1ページ使えるなと思ったの、なんか、なんかそういう感じで、意外とそう考えると、そのサラリーマンと大人が同じ意味なんだとすると、結構頻繁に出てくる言葉なんだよね、そのエレンで。その後になんか光一が、クリエイターだけどサラリーマンだからって言って、あのアイディアをたくさん持ってくるシーンとかもあるし、だから子供みたいに無邪気にその自分が好きな仕事をやりたいんだけど、楽しい楽しいってやりたいんだけど、そうとも言ってらんないから、高一の大人の部分がその案を追加させたっていうか、っていうスタンスで、で、もっと後にそのさっきの神谷の
大人になることよりもクリエイターになることを選んだんだって言い方もしてるし、だからそれも結局同じ意味なんだよね。そこがでも本当に未だに解決してないテーマで、うん、でそれで言うと今の第2部は高一が大人になろうとしてるっていう、うん、本当の意味で、うん、だからその結構大人と子供っていうのがずっとずっと残ってるから、割とそのこのルカワのさ、そのサラリーマンやれよってシーンかなり最初の方だと思うけど、うんうん、このサラリーマンやれよっていう問いかけが未だに解決できてないっていうか、うん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 、僕選んだのはですね、あの番外編ですね、レイちゃん出てくるところの、うんうん、まあこの見開きどっちも大好きだなと思って選ばせてもらったんですけど、うん、まあなんか、まあ、毛色が違うのがいきなり出てきたなって思ってて、あ、ね、そうかもね。で、まあ、でもとにかくそのなんかスリリングな勢いがすごいある回だったのがすごい印象的になあって、でまあレイちゃん多分初めて出た時ですかね、これ。うん、初めて。そうですよね。で、まあ、全体今第1部終わったところまででも見返しても、その、まあ、出た回数が少ないキャラクターの中でもかなり深いところまで、まあ最後の手紙のところとかでも結構登場するし、うん、ゼロ巻4、まあゼロ巻の話にも出てくるし、うん、すごい、まあそのレイとエレンのこうの対話とか、うん、心、まあここにも載ってますけど、そういうのがすごいあるなと思って、それが好きになってるのと、あとはこのタイトルですね、アナグラムになってるタイトル、うんうん、でこれまとにかくすげえしおしゃれだなと思って、うん、でまあ俺も姉ちゃんすごい好き、これね、これに関しては本当にマジでどこでも言ってないんだけど、あのね、本当に恥ずかしいっていうか、はって感じだと思うんだけど、レイちゃんはね、俺なのよ。おぉ、意外なとこで。そう、自分のこと書こうと思って書いたの。自分のこと書こうっていうか、これもだから分かると思ったんだけど、誰も分かってないからこのまま隠そうと思ったんだけど、どこにヒントがあった。そもそもだから最初さ、そのエレンのコートを着て現れるじゃん。はい。これはそのエレンっていう漫画を描いて、そのチヤホヤされてる俺なのよね。ああ、そういうことか。そうそう。で、だからその本当自分っていうのは、その、今の自分、その時の自分なのよ。だから、うん、エレンって漫画を描いて漫画家になって、なんかその作家としてインタビューとか受けちゃったりして、なんか周りからチヤホヤされ始めて、っていう時の自分のことを描いてるから、へぇ。なんか、周りの評判だけ大きくなって、なんか周りが勝手に深読みして、なんかこれはこういう意味だみたいなこと言い出して、それをスポットライト浴びながら、何これって言ってるっていう。だからこのなんか、そのツイッターで言う、なんか、あ、そうそう、ツイッターで有名人になんか声かけられてちょっと調子乗っちゃうとか。でも、その、だから佐久間二風みたいなやつにはつまんねえって言われたりとかして、だからそれでなんかその、うん、そうだね、だから本物になりたいっていうシーンが本当にこの時に一番描きたかったことで、その、まだだから全然偽物っていうか、その過大評価、されてるっていうか、だから自分自身はその何も変わってないけど、なんか自分のイメージが世の中で変わってるっていうか、うん、特にこのシーンとか、リメイク版のマリとアカリの話とかにも通ずるなと思う、うん、ああ、そうだね。
コネ入社もうまあ後から自分で追いつけばいいじゃんみたいな、うん、とにかくこの回のスピード感がすごい自分の中でヒットしましたね、うん、ちなみにアナグラムのあのなんか着想とかもし言える範囲あれば教えて。アナグラムはね、なんだろうな、なんかそのだからそのただ単にエレンの偽物じゃ ないのよ、この子は。だから、もっと入れ子の構造というか、そのエレンを描いた、左利きのエレンっていうキャラクターは、ある種俺の分身じゃん、本来は。うん、自分が描いてんだから、自分から生まれたわけだから、自分の一部って言ってもいいんだけど、そんなことはなんか思えないのよね、その。だから、その自分の中のその理想とか、をこうエレンにしてて、でも本当はそのエレン的ななんか偽物なのよ、俺の中にいるのは、実際にいるのは。だからなんかね、そのっていう話を書こうとしたから、その左利きのエレンっていう言葉を一回分解してなんか違う言葉に変えたら面白いなと思ったね。うん、だからそういう順番で考えたから、後でなんかそのなんか意味が成立することはないかなと思って。いや、この言葉遊びめちゃくちゃすげえなーって思いました。まあ、ちょっと英語の文法が合ってるかわかんないけどね。うん。うん、いや、かっこいいですね。これリメイクされる時がまたすごい楽しみです。これはね、ちょっと、多分だいぶ変わりますよ。だから、なんかね、これ男だったらね、その、ていうか、本当にこれ、もう、もろじゃんと思って書いてたんだけど、誰も俺って思わない。なんで何も伝わんないんだよ、と思って。多分、あれですよ、っていうのも難しいですよ。あと、そんなチヤホヤされてて、どうこう、こう、自分のことそう思ってるとか思わないですもん。やべえ、用意してなかったんですけど、満作だって、Kindle も俺の本持ってないからね。そこからこれがあるんで、なんか照れくさいっすね。だからどうしよっかな。まあもちろんいっぱいあるんすけど、なんかこの前あのケンスーさんがツイートしてたやつがめっちゃあそうだよなと思ってて、なんだっけ、あのアントレース買えなくて泣いたってやつ。あ、そうです、そうです。その後にいいことつぶやいてたじゃないですか。第1部と第2部 のテーマ性の違いみたいな話があって、結構そこが如実に出てるところが、イフーとあの高一の喧嘩のシーンで、高一の、ちょっと待って、ページ探します。俺たちは完璧じゃないんだからみたいな、うん、あるじゃないですか。うん、あれ結構僕思い出深くて、ちょうど2017年のカンヌで、はいはいはい、カンヌのセミナーで、インパーフェクトっていう言葉が、カッピーさん語ってるインパーフェクト全く別の意味で出てて、でそれを結構カッピーさんが話してたんですよね。うん、その時話してたのが、その、いわゆるその広告クリエイティブが、ちょっと不完全だったり、その、まあ、ざっくりとそのツッコミどころがちょっとあった方がみんな共感できるし、語れるものに変わるみたいな、うん、っていう言葉で、インパーフェクトっていう言葉が今来てるんですよっていう話をしたら、うん、カッピーさんが目の色変えて、めっちゃいい言葉だねって言ってて、うん、で、それがどうなのかなと思ったら、結構だから、ある種その広告業界で使われ始めた言葉を曲解して、うん、人格にその言葉を用いたなと思って、たシーンで、うん、これがね、結構何回見てもね、グッときちゃうんですよね。そのテーマ性がすごい変わった瞬間だなと思っていて、その、うん、なんというか、ある種さっきのなんだろう、エレンを書いて嘘をついている自分っていうところから、そのエレンそのものへのなんだろう、その祝福と呪いみたいなところに入った瞬間があって、うん、このイフーがここにピクってするのが、うん、まだこれ読んでるときはそこまで理解できなかったのが、第2部で語られるその、まあ、目がない最近出ていく、うんうん、誰しもが天才ではないっていうか、そのグラデーションでしかなくて、うん、天才であろうとしてることでしかないっていうところを、
光一が訴えかけて、その天才の象徴であるそのイフがちょっとピクってしちゃう瞬間に僕はすごい思い入れがありますね。うん、だからせっかくこの機会に聞きたいのはやっぱり一部と二部のそのテーマ性の違いみたいなところはぜひ聞きたいですね。だからね、そう第一部で書き終わった時になんかこれで終わらせてもいいなって気はしたんだよね。うんうんうん、変なところから始まって変なところで終わりたかったのよ。だからあのオフィスでガバって目覚めるところから始めたかったし、あんなだってさ、あんなんさ、あれが普通だったらあのコンペのオリエンから描くじゃん、普通は。うんうんうん、プレゼンの前夜から始まるって意味わかんないじゃん。で、プレゼンの前夜から始めたかったし、撮影の途中で終わりたかったのよ。それがね、俺すげえかっこいいと思って。かっこいい、かっこいい。すげえとこで始まんなっていうのと、すげえところ終わんなっていうのをやりたくて。はいはいはい。だからあそこで終わらせても十分良かったんだけど、うん、なんか、それこそ、エレンを読んで航空業界行きましたとか、うんうん、コピーライターに転身しましたとか、そういう嬉しい報告を聞く中で、嬉しい一方で、結局も物語がその終わるのってさ、作り手の都合なわけじゃん。うん、めでたしめでたしで終わらせるのも作り手の都合でしかなくて、うんうん、でもその後にやっぱどんだけ大変なことがまだ残っているかっていうのがあるでしょ。うん、で二人は幸せに暮らしました、おしまいみたいなさ、めでたしめでたしみたいなところで終わらせたのは、俺が勝手にそこで終わらせただけであって、その後、光一は絶対大変な思いをするだろうし、そこはなんか、どうか捉えてもらっても構わないって言って終わらせたつもりだったんだけど、うんうん、なんか、なんだろうな、やっぱエレンを見て、脱サラしましたとか、回転入りますとか目指しますとかいう聞くたびに、うん、だからそれこそやっぱエレンっていう作品が古代広告みたいになっちゃったら嫌だと思ったよね。だからここに来てくれてる皆さんは多分よく分かると思うけど、エレン好きな人ってめっちゃ好きじゃん。うんうん、なんか、結構ね、だからね、嬉しいんだよ、もちろん。嬉しいけど、なんかね、漫画の好きじゃないんだよね。うん、うん、うん。なんか、なんだろうな、なんか、漫画に対する好きじゃない好きをもらっちゃってるんだよ。はいはいはい。あ、それはあるね。なんかね、人生とリンクするところがすごい多いから、他者の人生にすごく影響を与えてしまっているっていう感覚はありますね。うん、そう。で、それを感じたときに、うん、そう、古代広告なんじゃないかなと思ったのよね。うん、第二部書くんだとしたら、左利きのエレンの第一部を否定しないといけないと思ったね、なんか。はいはいはい。そう、だから、でも否定した上で結局、共通することもあるだろうし、だからなんかなんだろうな、だから、ね、第2部は、もう極めてメタなのよ。うんうん。で、それはもう、それもね、もうまた伝わってないの。みんな、あれなんだよな、ぼーっとしてんだよな、多分。なんか僕は、うんうん、俺がもういつもなんかノートとかに書いてるけど、別にさ、そのノート読んでない人のが多いから、多分まだ全然誤解されてると思うけど、なんだろうな、サテライトオフィスとかさ、あるじゃん。うんうん。上海オフィスとか、うんうん、ある、なんか、世界各国のスーパークリエイターたちがアントレスから派遣されて、なんか、やばいことになるみたいな、この、なんかテロリスト襲来みたいな感じあれを読んで、まあ普通に
なんか演出とかはさ、結構もう、あの自分なりに、なんかその、あの磨かれたから、その演出とかで結構、どうとでももう描けるんだけど、だから、あのそれってどういうことかっていうと、いくらでもテンション上げたり下げたりできるんだよ。うんうんうん、もう自在なのよ。だから、あの、もうあそこでバカみたいにテンション上げさせて、なんか、うん、それこそなんかバトル漫画始まるぐらいの感じのテンションにわざと演出しちゃってんの。うんうん、で、それを読んだ何も分かってない読者が、その、なんか、あの、やっぱ集英社と絡むとこうなるのかみたいな。何やってんのね。違うの、だから、あそこで言いたいのは、やっぱりもうメタ的にもいくつもあって、うんうん、あの、漫画の演出なんか作者の自由だからね、みたいな。うん、だから、いくらでもよく描けるし、綺麗事言えるし、テンション上げられて、読者のテンションを上げるなんて、こうも簡単なんだよっていうのを、まずやってて、で、プラス、あれはやっぱり、その、仕事に対して、やっぱ、視野が狭くなってる人の世界観で、やっぱあれはね、子供の世界なのよ。そのさっきの話で言うと、うんうん、大人と子供の世界があるとしたら、やっぱ子供の世界の話で、で、神谷は、子供なんだよね。うん、アントレースはみんな子供なんだよ。だからジェミニさんっていうあの、メンツのおじさんがいるんだけど、みんな子供だから、そのみんな好き勝手やってるし、そういうのは、だから全部ハイプだよっていうのを、なんかやりたかったっていう感じかな。なるほど。だから、それで否定した上で、高一の一番ガチな、その、うんうん、なんだろうな、そのリアルを突きつけて、そこの対比。うん。うん、だから、すごい個人的に思ってたのが、なんか、柳井道彦がトップランナーとかの司会やってるってことが、結構その広告界に、あの人が入ってくる、なんかその広告って面白いよっていう嘘をつくっていうことをやってるって、確か明言してたんですよ。その、業界を盛り上げるためのラブレターとして、機能させるっていう。それで言うと、一部はかなりそっちというか、そのクリエイターって超かっこいいし、超苦悩してて、でもかっこいいよっていう、ことを結構あの伝えてるものに対して、うん、その割と業界へのラブレターから、第2部は割となんだ、その、個人個人一人の結構なんだろう、ユニークネスとかが立ってる気がしてて、うん、なんかそこの違いが結構個人的には面白いなって思ってる話とかなりリンクしてるのかなって思いました、うん。そうだね。だから、あの、これもね、何言ってんだって思われると思うけど、あの、第2部はまだ主人公出てきてないのよ。第2部の主人公は高一じゃなくて別にいるんだけど、俺の構成ミスでまだ出てきてないって。ミスなんかい。狙いじゃなくてミスなんかい。僕ならでしょ。主人公不在まだ。っていうか、だからあれだよ、ハイプの、ハイプっていう、第1話のハイプってタイトルが出るときに立ってる人が、はいはいはい、あれが主人公なんだけど、はいはい、あいつがまだ出てきてないって。もう出さなくていいかなって思って。でもなんかそれがやっぱあれですよね、週刊連載じゃない面白さですね。そうだね。本当に作者の自由で、ここまで表現してみんなついてきてくれてるっていう。本当によく読んでるなと思うよ。そうですよね。多分読むの結構難しいっすよね。うん。しかも第2部の方が圧倒的に難しいのよ。でもなんか毎週結構パワーあるじゃないですか。そのなんか先週何だったかなが意外と関係なく面白いなと思う。うんうんうん。どこまでふざけて許されるかちょっと試したくなる。本当の盛り上がりはでもやっぱすごい、さっきコントロールできるって言われてましたけど、まあ熱量高かったですね、やっぱり毎週毎週。うん。うん。なんかあの、スター・ウォーズエピソード1を見てる気分ですよ、僕は。4、5、6やって、スター・ウォーズエピソード1見てる気分ですよ。でも似てる構造ですよね。そのなんか時系列めちゃくちゃなのに、こんだけ成立するさせるっていうのは。そうだね。だから時系列めちゃくちゃ、あ、てかだから本当スター・ウォーズで、スター・ウォーズはかなりあの意識して作ったっていう第一部は。
だから本当にダース・ベイダーなんだよね、高一が。アナキンですよね、うん。アナキン。面白いですね、スター・ウォーズが現代だったらこうなるんだっていう。あ、だからあれでは、本当にスター・ウォーズのさ、ダース・ベイダーの師匠のなんか、ダース・シディアスですね、パルパティーン、パルパティーンですね。パルパティーンか。あれ、暗黒教って呼ばれてるでしょ。うんうんうん、暗黒教の教の字が柳と似てんのよ。ああ、確かにね。あそこからが字面で来てんのよ。ああ、暗黒教の教が。僕は、ね、